私たちの持っている強みをですね、可能な限り大きなオポチュニティに向かって拡大させていくということで、私ともコンシューマーに近いところでビジネスを続けてきましたが、これをですね、できるだけコーポレートとかそれからビジネスのお客様に新しい価値としてお届けするということで展開をした。結果としてビジネス B2B を強化すると。ですからそういう意味で私たちにとってのイノベーションは単なる商品や技術を作り出すということを超えてですね、新しい生活のライフスタイルや世界を作り出すというところを常に念頭に置きながら進めていきたいというふうに考えています。4つの領域で大きなイノベーションを起こしていこうと。1つはインクジェット、2つ目にビジュアルコミュニケーション、3つ目がウェアラブル、4つ目がロボティクスですけれども、それからまた今印刷、アナログの印刷が主流の印刷のファンダ基盤をですね、デジタルの基盤に変えていこうと。これはインクジェットによって変えていくということです。私どものオリジナルのプレッションコアっていうインクジェットテクノロジー、ピエゾタイプのインクジェットヘッドを使ったラインヘッドを使ったですね、非常に高速の、そして環境に優しい、そんな複写機を作りました。それからビジュアルコミュニケーションの領域は、ただ単に情報を映し出すだけではなくて、空間そのものを新しい彩るような、新しい世界を作り出していけるようなもの、それからウェアラブルは、こういうウォッチもそうですけれども、もっと人とサイバー空間が自由につながるような、そんな身近な商品を作り出していきたいですし、ロボティクスは人とともにですね、ロボットが人を助けるような、共存できるような、そんな世界を作り出していきたいというふうに考えています。で、特にデジタルインフォメーションで重要なのは、リアルの世界とそれからサイバー空間との世界をどうやってつなぐかということだと思います。人間はリアルの世界に住んでいるわけで、そのサイバー空間でのさまざまな技術、それから価値創造を人間とつなぐインターフェースの役割を果たす何かが必要です。で、そのインターフェースの役割を果たすもの、これを私たちは中心になって開発をしようとしているわけで、そういう意味ではこれから大きく飛躍するであろうサイバー空間のさまざまな成果をですね、お客様に届けられる。そうすることによって、今よりもはるかに豊かで、そして幸せな、そんな世界が実現できる、そんなふうに考えています。私どもは2025年を超えて、新しい価値を作り出そうということで、今それを超えての研究開発を続けています。そういうものを 3D プリンターの方式によって作り出し、ありとあらゆる部品をデジタル的に作り上げて、そしてそれがロボットが組み上げるというような世界をお見せできるんじゃないかなというふうに考えています。自分たちのオリジナルのアイデアで、そしてオリジナルの構想に基づいて、そしてなくてはならない会社になるということが私たちの大きな目標です。